ルネ・コードロンの飛行免許コードランジーさん、コードロン兄弟は、フランスの航空の先駆者である。フランスに飛行学校を作り、航空機メーカー、コードロン兄弟飛行機を設立した。ソンム県に生まれた。熱心に飛行に取り組み、1908年の夏、グライダー、ロミオッテ1を製作した。1909年春、クロトワからポントワールまでの数キロメートルを生まれ、 牽引されたグライダーで飛行した。1909年に会社コードロン兄弟飛行機をクロトワに作り、1910年にソシエテでエイバイアンズ・カウドレンと改名された。1910年に着陸が比較的安全な砂地のある海岸のマチクアトロにフランス最初の飛行学校を作った。1910年7月10日。 フランス北部の町、ル・トゥ・ケ・パリー・コール・プラージュに最初に着陸し、市長からメダルを贈られた。1910年8月7日に、ルネが飛行免許、1911年3月3日に、ガストンが飛行免許を取得した。1913年、飛行学校は、軍パイロットの養成も行い、またその年、中国に初の飛行学校を創立し、 飛行学校で使う12機のコードロン G3 は輸送中に中国本土の飛行禁止地域を飛行した。第一次世界大戦中にフランス軍のために偵察機を開発した。工場は最前線に近い場所であったので、ソンム県から石井レムリのオトリオンに工場を移した。1915年にガストーンはコードロン R4 の試験飛行中に事故死した。 第一次世界大戦後、コードロンの制作したコードロン G3 で女性パイロットアドリエンヌ・ボーランが4500メートルのアンデス山脈を超える飛行を行うなど民間の記録飛行に用いられた。1933年7月1日にコードロンは自動車会社ルノーの創立者ルイ・ルノーに買収されコードロン・ルノーとなった。 ルネコードロンは1939年に会社を退職した。ありがとうございます。